皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は得意科目を作るか、苦手科目を克服するかというタイトルでお話しします。皆さん勉強好きですか、嫌いですか？多分嫌いって答える方、こちらが多いと思います。小学校に入ったばかりの頃は多分勉強好きだったんですよ。それがだん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 学年が上がっていくと嫌いになっちゃうと、こんな風になってるんじゃないでしょうか。でも勉強嫌いでも勉強しなくちゃいけないんですよね。そんな中で今日は簡単に2つの勉強法についてお話しします。1つ目は苦手意識を減らすための勉強法です。これは得意科目を作ることです。特に成績が中の下くらいの人向けですね。そして中学2年生以下で高校受験までちょっと時間がある人向けです。成績が中の下くらいの人、多分どの科目も均等にできない、均等にできないという言い方はちょっとおかしいんですけど、同じくらいできない人が多いんですね。どれができているとか、どれだけ特別にできないじゃなくて均等にできない人、そういう人が多いと思います。そういう人はぜひ1科目だけ得意科目を作ってください。多分塾でもそういう人が入ってきたら得意科目を作るところから勉強始まるんじゃないでしょうか。得意科目ができると少しずつ勉強に自信が持てるようになります、ね、得意科目を作るってことはだん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 その科目だけ分かるようになっていくと、あ、こういうことだったんだ、あ、そうか、それが重なっていくと自信が持てるんですよね。で、自信が持てると他の科目にもいい影響が出て、他の科目も少しずつ分かるようになっていくと、このようになっていくので、苦手意識を減らすために得意科目を作ってみてはどうでしょうか。もう一つは高校に合格するための勉強法です。こちらですね、これは苦手科目を克服する、この勉強法が向いています。なぜかというと高校受験って合計点で合格不合格決まるんですよね。ですから合計点を増やすためには苦手科目を克服する、このことがいいんですね。得意な科目あったとしますよね。得意な科目ってテストの点っていいでしょ、80点とか90点取れちゃいますよね。できなかった問題ってかなりの難問だったと思います。その問題って誰でも解ける問題じゃないですよね。解ける人が少ない問題、あなたも解けなかった、それを解けるようにするっていうのはかなりエネルギーが必要なんですよね。で、得点も例えば80点の人が100点を取るんだったら伸びしろ20点しかない、90点の人が100点だったら10点しか伸びしろがないと、ね、合計点の伸びしろが少ないんですね。そしてみんなが解けない問題、みんなも落としてる問題、そういうことです。そして苦手科目、これは伸びしろがあるんです。100点満点で50点しか取れなかった問題を70点にすると、この50点から70点って部分は多分基礎の部分を徹底して理解すれば取れるようになる点数なんですね。この得意科目で10点上げるより苦手科目で20点上げる方が楽なんですよ。ですから伸びしろがあって基礎を固めれば得点が伸びる。苦手科目を克服することで満点を取る必要はありません、ね、一部の人しか解けない難しい問題、難問は苦手科目の場合どんどん捨てちゃってください。そしてみんなが取っている問題、みんなが得点している問題、これを落とさないような勉強法、基礎を固めてみんなが取れる問題は絶対自分も解けるようにすると、そういう勉強法をすれば、ね、高校受験で合格しやすくなると思います。今回は得意科目を作るか苦手科目を克服するかというお話をしました。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。